仮面ライダーの生誕50周年記念作品、仮面ライダーリバイス、テレビ朝日系、午前9時。序盤で、主人公、五十嵐一輝、前田健太郎さん、弟の大二、日向渉さん、妹の桜、妹彩香さんの3兄弟が、全員仮面ライダーに変身したことでも話題となっている。時に喧嘩もするが仲の良い三兄弟の変身ポーズには共通点があり、そこには大二、桜から長兄、一輝へのリスペクトの思いが込められているという。前田さん、日向さん、井本さんに変身ポーズのこだわりとは？また、天才科学者のジョージ、狩崎を演じ、自身も、大の仮面ライダー好きの浜尾のりたかさんに、三兄弟仮面ライダーの見どころを聞いた。前田健太郎、五十嵐ポーズは公式でいいのかな？仮面ライダーリバイスは、一輝が大切な家族を守るため、内に宿る悪魔バイスと契約して仮面ライダーリバイに変身。バイスが変身する仮面ライダーバイスと共に、一人で二人のコンビの仮面ライダーリバイスとして、悪魔崇拝組織デッドマンズと戦う姿を描く。9月5日の放送開始から約3ヶ月、和樹だけでなく、弟の大二が仮面ライダーライブ、妹の桜が仮面ライダージャンヌに変身する力を手にし、三兄弟仮面ライダーとしてデッドマンズとの戦いを繰り広げている。一輝が仮面ライダーリバイに変身する際、腕を交差することで、50を表現する特徴的な型、五十嵐ポーズ。前田さんが名付けたその型を、子から変身することになった大二と桜の変身ポーズにも取り入れたい、と、日向さんと井本さんは前田さんに相談したという。日向さんと井本さんが、大二と桜の一輝に抱く尊敬の念を、変身ポーズでも表現できないかと考えたからだった。大二と桜の変身ポーズには、一輝への思いが込められていたんですね。前田さん、二人から五十嵐ポーズを使いたいって相談された時は、めちゃくちゃ嬉しかった。日向さん、大二は兄ちゃんに劣等感を持っていますが、尊敬もしているので、そこに極力アレンジを加えず、一輝と鏡合わせになるようにやってみました。でも、同じ五十嵐ポーズでも全部一緒なのは違うなって思ったので、構え方とか、大二だったら、大二らしさ、桜だったら、桜らしさを出したものになっています。井本さん、お兄ちゃんたちが先に変身しているから、私はどんな感じにしようかなって悩みました。笑い、桜が得意の、空手や、女性らしさ、五十嵐ポーズを取り入れたいと、杉原、照明、監督、スーツアクターの宮沢、幸、さん、アクション監督の渡辺、淳、さんとも話し合いました。結果、桜の五十嵐ポーズは、あんまり見えなくなったのですが、笑い。前田さん、桜は恥ずかしがり屋さんだからね、笑い。でも、五十嵐ポーズは公式でいいのかな？制作発表の時に勝手に名付けちゃったんですけど。日向さん、もう広まってるでしょ。井本さん、笑い。仮面ライダー好きの浜尾さんから見て、3人の仮面ライダーはいかがですか？浜尾さん、自分が出演している作品なので、めちゃくちゃ色眼鏡で見てしまうのですが、仮面ライダーリバイの目新しい、カラーリング、大二と影朗の切り替わり、仮面ライダージャンヌのハイブーツなど女性らしさを出した姿、イケてんなって思います、笑い。仮面ライダーセーバー、キャストとの共演で、終わり、を意識、後悔ないように頑張りたい。12月17日には、仮面ライダーリバイスを中心としたストーリーが書かれる、仮面ライダーシリーズの50周年記念映画、仮面ライダービヨンドジェネレーションズ、柴崎孝之監督が公開される。映画は、仮面ライダーが誕生した1971年と現代、仮面ライダーの誕生から100年後となる2071年の3つの時代を舞台に、封印から目覚めた最強の悪魔ディアブロとの戦いが繰り広げられる。
映画には、仮面ライダーリバイスの前作、仮面ライダーセーバー2020から21年のキャストも出演。仮面ライダーセーバーのキャストは、仮面ライダーシリーズの映画への参加が、今作で、一区切りを迎える。仮面ライダーセーバーの皆さんとの共演はいかがでしたか？前田さん、仮面ライダーセーバーの皆さんが劇場版でクランクアップになるので、目に焼き付けようと撮影に臨みました。ヒデくん、内藤修一郎さんには、仮面ライダーリバイスのスタート時に、1年間あっという間に終わっちゃうから後悔しないように、って言われていたのですが、仮面ライダーセーバーの皆さんが卒業されていく姿を見て、いつかは自分たちにも終わりが来るんだなって改めて実感しました。共演を通して、後悔がないように、これからもっと、仮面ライダーリバイスを頑張らなきゃって思うようになりました。仮面ライダービヨンドジェネレーションズの見どころをお願いします。前田さん、どれだけ時間が経っても、距離が離れていても、家族に変わりはないというメッセージが込められた作品です。この作品を通して家族の大切さを伝えられたら嬉しいです。日向さん、平和を守るという仮面ライダーの基盤となるものを突き詰めた作品じゃないかと思います。過去や未来を行き来する展開も面白いので、ぜひ見ていただきたいです。井本さん、仮面ライダージャンヌは本編に登場してまだ間もないのですが、映画で仮面ライダーセーバーの皆さんと一緒に戦うことができたので嬉しかったです。100年の歴史という壮大な戦いが書かれる熱い作品になっているので、家族みんなで見ていただきたいです。浜尾さん、公開された予告にいろいろな仮面ライダーが登場することが話題になっていますが、自分も台本を読んだ時にテンションが上がりました。笑い、この人でしちゃうの、こういう組み合わせって、仮面ライダー好きならたまらない作品になっていると思います。バラバラ。